チャールズ・ヴィンセント・チュークは、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身の元プロ野球選手。2000年の MLB ドラフト12巡目で、トロントブルージェイズに指名され契約。2003年9月8日にメジャーデビュー。2004年から中継ぎとしてメジャーに定着し、2005年には初めてメジャーでフルシーズンを過ごし、62試合に登板。 引き継いだランナー37人のうちわずか4人しか生還を許さず、抜群の勝負強さを誇った。2006年7月21日に、シェイ・ヒレンブランドと共にサンフランシスコジャイアンツに移籍。三振を取りに行くピッチングにしようとしたために、コントロールが乱れ、前半戦に5つしか出さなかった支球を、後半戦だけで前半戦の3倍の15も出してしまう。2010年は、 ピッツバーグパイレーツのマイナーに所属し、7月27日に広島東洋カープに入団。8月1日の第読売ジャイアンツ戦で日本初、登板するも、調整不足もあり3分の2回を投げて、被安打5、4失点と2回デビューとなった。その後も目立った働きはできず、シーズン終了後に退団。その後、オークランドアスレチックスとマイナー契約した。 2012年にミルウォーキーブルワーズで3年ぶりのメジャー復帰。シーズン終了後に FA となった。若い頃は最速で90マイルパーアワー大後半をマークする速球を武器としていたが、近年は最速でも95マイルパーアワーの速球を武器としている。決めは投球割合の2割近くを占めるスライダー。他にもカーブ、チェンジアップ、 カットボールも投げる。ありがとうございます。